はい、皆さんこんばんは、アナミです。今日は自由で買ったお洋服を紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。まず1点目がこれ、今着てるこちらのお洋服がですね、めっちゃ可愛くて、あの中にね黒いの着ちゃってるからちょっと透けて見えちゃってるかもしれないんですけど、すごい可愛い。見てよこの袖んとこ、まあ、これこういう風に出しても全然いいと思うんですけど、これを中にしまう、これで足長効果を出すっていうのもすごくいいんじゃないかなと思います。もうちゃんとこの袖の部分もパールがついてるのがすごく可愛いなって思います、うん、ここね全部締めてももちろん可愛いかなと思うんですけど、まあ、ちょっと私首が太くて短いので、ここを開けてちょっとゆったり感を出さないと、私みたいなのは首詰まっちゃってる人みたいに見えちゃうので、ここは開けてます、あえて。続いてはこちら、サテンドローストリングイージーストレートパンツっていうやつです。ちなみにこちらカラーだとこんな感じです。やっぱここがすごく可愛いなって思います。普通のこういうのってだいたいなんかあのここが入ってなくて紐だけって感じだと思うんですけど、ここのデザインが可愛いなと思って購入しました。あのめっちゃ軽いです。ちょっと言い方悪いけどペラペラに近いような感じの軽さです。でさっき履いてたのがあの黒のこれの色違いです。多分白だと下着が透けちゃうかなと思うんですけど、こういうあのイエロー系というかマスタードみたいなカラーとか黒だったらね、まあ、透けにくいかなと思うのでこのカラーにしました。続いてはこちら、これはねちょっと特殊よ。ディズニーとのコラボのやつで、ロングスリーブティー長袖、こちらにマレフィセント、こちらにマレフィセントのやってたキャラクターが映っております。ここねちゃんとカットが入ってて可愛いです。でこれ色がねすごいいいと思って、私結構あのサルペット着るので、なんかそういった時にあの黒が多いんですよ、サロペットでも。だからこういうグリーンのだとすごくねあの黒が映えるので、色味がねこう対立し合ってて可愛いのかなと思います。これやばくない？超シワシワになっちゃったんだけど、アイロンかけないって。あの半袖はこういう系持ってるんですけど、長袖ロンティー持ってなかったので購入しました。わかりますか、こういうライムグリーンみたいな色めっちゃ好きなのよ。こういうのは本当さりげなくディズニーとかに着ていけるからいいなって思う。めっちゃミッキーみたいな感じとかじゃないからいいかなって。よく見たらあれマレフィセントじゃないみたいな。続いてはこちら、リブレースアップコンパクトティー5分袖を買いました。これ後ろがさリボンになって可愛いなと思って買いました。っていうか最近赤買ってなかったんで赤買っちゃいました。こういう派手な赤大好きなの。こういう足長に見えるようなここの股髪がめっちゃ長いやつ、この股髪が長いやつは後ろを結べるようになってます。どうでしょうか、私昔はね赤結構着ててなんですけど、ちょっと最近は、まあ、年齢も年齢だったからちょっと避けてはいたんですけど、まあ、あのグリーン買っといて何なんだよって思うかもしれないけど赤避けてたんですよ。だけど買いました、赤可愛いんだよな。でもなんかこうやっぱね胸がさちょっとなんていうの、こういうカラー着ちゃうとなんかさ主張しすぎてしまうような気がして、なんだかなと思っちゃうんだけど、こんな感じでした。赤着ると個人的にはテンション上がります。こういう袖が長いのが好きなのですごい助かります。こういう袖を作ってくれる GU さんありがとうございます。続いてはこちら、パールメタルハーフピアスです。私は今までずっとなんだっけイヤリングをつけてたんですけど、ピアスに変えたのでピアスバージョンを買いました。イエーイ、かわいいの。なんかピンクに見えるかもしれないんですけど一応パープルのカラーになっててちょっと大人っぽくつけれるかなと思って買いました。かわいいねこれ。はい、つけてみました。こんな感じです。かわいいよね、こういうパープル系のやつ持ってなかったので買ってよかったなと思います。かわいいね、これからの季節っぽい春夏のなんかこう花のデザインでかわいいと思います。後ろに出てる服、これはもう気にしないで、もう毎日のように出てるから。続いてはこちら、部屋着なんですけどオーガニックコットンパジャマワンピースっていうのを買いました。でゆったり着たいなと思ったので L サイズにしてみましたが、どうでしょうか、ちょっと開けてみますね。結構大きいねこれ、多分妊婦さんでも全然いけるやつだよ。で下になんかレギンスとか履いたりなんかりしちゃったりしちゃったりしちゃって、はい、こんな感じ、着やすいな。袖にとりあえずなんかキュッとなるものとかはついてないから、まあ、めくるときはこんな感じで
めくって着るって感じかな。ね、これ前焼きボタンだし、病院に持ってくやつにもとってもいいと思います。やっぱね、前がね開くと授乳もしやすいですし、すごくいいんじゃないかなと思います。私はねもうミルクで育てちゃってるので授乳はしてないんですけども、これすごい便利だなと思います。はい、ということで今回は GU のお洋服紹介したんですけど、一番気に入ってるのはこれ、このパールのお洋服、これが可愛いなって思います。ていうか、まあシンプルにすごく使いやすいし、このベージュのねカラーがすごく私に合ってるかなと思って気に入っております。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。